続いてはクラリネット二重奏によるイルコンベーニョをお届けします。イルコンベーニョとはイタリア語で友情を意味し、楽譜には真の友情の印としてこの曲を捧げると記されています。作曲者のポンキエリと彼が指揮をしていた楽団のクラリネット奏者の間に深い友情関係があったことからこの曲が作られたそうです。クラリネットの美しい音色を存分に生かしたメロディーやハーモニー、また深い友情の中にも時にはライバルとしてお互いを高め合うかのような高い技術を必要とする部分など、この一曲の中にクラリネットの魅力がたくさん詰まっています。12音楽隊の若手クラリネット奏者の2人はどのような友情を表現してくれるのでしょうか。それでは手島七重三等陸曹と真塩辰徳三等陸曹によるクラリネット二重奏でイルコンベーニョをお聴きください。
ここでマジオ三層に前に来てもらいましたが、こちらの演奏服が昭和から平成と長い間受け継がれてきた演奏服です。そして本日私が着ているこの演奏服が来年度から着用が始まる新演奏服です。この両方の演奏服を同時に見ることはなかなかないかなと思い、一足早く紹介させていただきました。ありがとうございます。